同一人物か不明、画像加工しすぎている女性芸能人トップ10に。昨今では若い世代を中心に写真加工アプリが常用されています。目の大きさや顔の輪郭を自由自在に美化できる一方で、実際の顔とのギャップから写真詐欺と指摘されることも珍しくありません。芸能界にも過度な加工を施した自撮りを SNS に投稿し、別人だと話題になっている芸能人が多数存在します。そこで今回は画像加工しすぎていると言われる芸能人を衝撃度順でご紹介します。第12位、矢口真里。元モーニング娘。の矢口真里さんは、全盛期のグループを牽引するメンバーとして絶大な人気を博し、近年では不倫騒動を経て再び表舞台で活躍されていますが、一方で SNS の自撮り加工がひどいことでも話題になっています。2020年に社内でマスクを着用した写真をインスタに投稿した際には、矢口さんの顔に対するマスクの大きさに注目が集まり、一部のファンからは、マジ顔小さい、子供用にした方がいいね、などの温かいコメントが寄せられた一方で、ネット上では、顔のラインが違う、完全に加工してるじゃん、加工しすぎで、マスクの写真が誰だかわからない、これじゃ宇宙人じゃん、サイズ感がおかしいよ、などのツッコミが殺到しました。その後も自撮り写真を投稿するたびに加工を指摘する声が上がり、それを受けてか、矢口さんはバラエティ番組に出演した際に、バリッバリ加工してますと自ら告白した上で、SNS の写真とかは全て加工されてますし、可愛いと言われたいから顔をシュッとしてみたり、肌をつるんとさせてみたり、肌綺麗ですねとかコメント欄に来ると、嬉しいなって、と正直な思いを赤裸々に打ち明けました。それに対して共演者の中尾美恵さんが、年を取っていくのを自分で認めないと、年を取るのが怖くなるよ、と苦言を呈すと、矢口さんは、わかりました、たまに加工外しますと話し、実際に加工なしのシミそばかすのある素顔などをインスタに投稿しています。第11位、平子梨沙。モデルでタレントの平子梨沙さんは、かつてはカリスマモデル、アラフォーの星などと称され、女性の憧れの存在として絶大な人気を博していましたが、50代を迎えた近年では SNS の加工がひどいと話題になっています。発端は2022年にレモンを頬にくっつけたキス顔をインスタに公開したところ、レモンの表面までツルツルになっていたため、過度な加工を指摘する声が殺到しました。その後もノーメイクであることを強調した自撮りを投稿した際には、すっぴんとは思えないほど美肌だったため、ネット上では、絶対に加工フィルター使ってる、いい年して加工使って老化に逆らってます感が痛い、などの辛辣なコメントが寄せられました。40代までは実年齢には見えない美貌として通用したものの、50代になっても懲りずに加工写真を連発しているのは、ファンが以前と同じように生やし立てているため、本人も勘違いしてしまっていると指摘する声もあり、最近では年相応の自然体な平子さんを見たいとの意見も向けられています。第10位、坂口安里。元タレントの坂口安里さんは、二世タレントとして活躍した後にセクシー女優に転向し、一時は警察沙汰を起こすなどお騒がせタレントとして注目を集めていましたが、それと同時に SNS の自撮り加工がひどいことでも話題になっていました。セクシー女優の傍らナンバーワンホステスとしても活動していた坂口さんが、髪の毛をバッサリ切ったとの報告と合わせて、胸の谷間が大胆に露出した自撮り写真を投稿すると、目の大きさや肌の質感、輪郭等が原型をとどめないほど美化されていたため、ネット上では、加工しすぎでもはや別人、かつての面影がなさすぎて誰だかわからなかった、ビデオ見たけどもっと肌汚かった、などの厳しいコメントが殺到しました。そんな坂口さんは近年では芸能界復帰を模索しつつ、インフルエンサーとして活動されていますが、自撮り加工だけにとどまらず、整形手術やタトゥーなど実際の変化ぶりにも注目が集まっています。第9位、ザワチン。タレント野沢チンさんは、芸能人のモノマネメイクという新分野を確立したことでブレイクを果たし、とりわけ板野友美さんのモノマネメイクが注目を集めましたが、近年ではメイク云々ではなく SNS の自撮り加工がひどいと話題になっています。チャイボーグメイクと呼ばれる中国美女を指すメイク法をブログで紹介した際には、顎周りの輪郭が極端にシャープになっていたことから、ネット上では、加工してるじゃん、顎削れすぎ、加工するならザワチンの意味がない、などの厳しいコメントが寄せられました。その後も自撮りを投稿するたびに加工を指摘する声が上がり、ザワチンさんはさすがに堪忍袋の方が切れたのか、自身の X で
誰、加工しすぎ、顔違いすぎとコメントしてくる人。カメラアプリ使ったことない。カメラだけでいくらでも整形できるんだよ。なりたい顔になれるんだよ。楽しいじゃないか。と加工アプリに対する否定的な風潮に異を唱えました。一部のファンからは賛同の声が上がったものの、多くのネット民からは、そもそもモノマネメイクっていう触れ込みで出てきたよね。加工とか整形一切なしのメイクだけでここまでできるのがすごいってことだったじゃんなどの猛ツッコミが集まり、ザワチンさんはその後ツイートを削除することになりました。この騒動を受けて芸能ライターは、これまでの加工疑惑で好感度を大きく落としたため、どんな反論をしても苦言ばかりが集まる状況になっていると指摘しています。第8位、小柳ルミ子。歌手で女優の小柳ルミ子さんは、日本レコード大賞や日本アカデミー賞などこれまで数々の賞を受賞して華々しいキャリアを築き、70代になられた現在も SNS で元気な姿を披露していますが、その投稿の自撮り加工がやりすぎだと話題になっています。2024年に加藤茶さんと原監督とのスリーショットを公開した際には、小柳さんの顔がシワ一つないツルツルの肌に仕上がっており、加工のしすぎで顔だけピントが外れたようにぼやけていたため、ネット上では、いくらなんでも加工しすぎだよ、わら、気持ちはわかるんですよ、昔の可愛い自分に戻れて、でもね、自分だけで楽しみましょうよ、テレビに出ればバレることなのに、なんで画像修正するんだろう、などの辛辣なコメントが多数寄せられました。芸能関係者によると、小柳さんは70歳を超えた現在も、他の芸能人以上に見られることを強く意識しており、常に美しくあろうとする結果、加工が行き過ぎていると言います。また同世代の小林幸子さんが加工アプリをうまく使いこなしたり、逆に研ナオコさんが加工なしの自然体な姿で好感を得ているだけに、小柳さんの異常な加工が目立ってしまうとも指摘されていました。第7位、藤原紀香。女優でタレントの藤原紀香さんは、90年代には CM 女王と呼ばれるほど絶大な人気を博していましたが、50代を迎えた近年ではブログや SNS の自撮り加工がひどいと話題になっています。発端は過去にブログで全身ショットを公開した際に、加工の影響で背景のドアが歪んでいたことで、ネット民から時空が歪んでいると揶揄されるようになり、その後も本人とは思えないほどほっそりした顔立ちの自撮りを連発し、まるで誰のガレ明美などの皮肉的なコメントが寄せられていました。投稿先がインスタに変わっても相変わらず加工が凄まじく、猫とのツーショットを投稿した際には、猫より加工しまくっているのりかさんの顔に目がいってしまう、さすがに加工しすぎておかしいなどのコメントが寄せられ、また出演舞台の衣装姿の自撮りを投稿した際には、女子高生みたいなアプリ加工がしてあって残念、若い子に負けじと加工しすぎるのはやめた方がいいなどの批判的なコメントが寄せられました。それでもなお現在も別人のような加工写真を連発していることから、芸能記者はノリカのかまってちゃん癖がうずいていると指摘した上で、小細工をしなくても十分綺麗なので、使いこなせないなら加工アプリを使わない方がいいと苦言を呈していました。第6位、浜崎あゆみ。平成の歌姫浜崎あゆみさんは、全盛期は女子高生のカリスマとして、歌唱力だけでなくその美しすぎるルックスも人気の理由でしたが、40代を迎えた近年では SNS の画像加工がやりすぎだと話題になっています。2024年にデビュー26周年の新ビジュアルが公開された際には、肌が不自然に白くてシワが一つもなく、顔の輪郭も全盛期の頃のようにシャープになっていたことから、ネット上では、さすがに加工しすぎでは、 AI みたいになってる、無理に若作りしなくても可愛いのに、ちょっと痛々しいと思っちゃったなどの辛辣なコメントが多数寄せられました。もっとも浜崎さんの画像加工が話題になるのはこれが初めてではなく、2022年に音楽番組に出演した際にも、 SNS に投稿された浜崎さんの写真とテレビに映る実際の姿が完全に別人だと物議を醸すことになり、さらにライブのリハーサル写真をインスタにアップした際には、近年のややぽっちゃりした体型とは異なり、明らかにスレンダーな体型になっていたことから、顔だけじゃなく体まで加工してるのと指摘されることになりました。これら一連の画像加工に関して週刊誌は、自身の姿を美しく見せる意識の高さはまさにプロだと言えるが、やりすぎると現実とのギャップが出てきてしまうため、そろそろちょうどいいバランスをつかんでくれると良いのだが、
と苦いコメントを出していました。第5位、堀未央奈。元乃木坂46の堀未央奈さんは歴代メンバーの中でもトップクラスの人気を誇っており、グループ卒業後も女優として活躍されていますが、その一方でアイドル時代から SNS の自撮り加工がやりすぎだと話題になっていました。過去に自宅でリラックスする自撮りをインスタに投稿した際には、手に持っている任天堂スイッチが歪んでいたことから、ファンの間で加工のやりすぎとの声が多数上がりました。その他にも、もともと大きい目をさらに大きく加工したり、カラコンでは考えられないほど黒目が大きい写真など、現在も定期的にインスタに投稿していることから、ネット上では、加工強すぎて怖くないですか？宇宙人みたい。本人とスタッフの感性が麻痺してるか？これが本人の理想なのか？乃木坂時代の面影がなさすぎて誰かわからんなどの冷ややかなコメントが多数寄せられています。また堀さんはインスタにメイク動画を投稿することもありますが、動画上でも過剰に加工を施していることから、女性ファンからも加工のしすぎでメイクの参考にならないなどの批判の声が寄せられています。第4位、誰のガレ明美。モデルの誰のガレ明美さんは、ブラジル出身のその美しすぎる顔立ちから一時はモデルのみならずバラエティ番組でも引っ張りだこでしたが、その一方で当時から SNS の自撮り加工が下手だと話題になっていました。過去にバラエティ番組に出演した際には、集合写真で自分の顔だけを加工する女が嫌いと発言していたにもかかわらず、誰のガレさんは誕生日パーティーの集合写真をインスタに投稿した際、自分の顔だけ小さくなるように画像を加工し投稿していました。これは同じパーティーに出席していたタレントの小野乃々佳さんが同じ写真を投稿したことで発覚したものでしたが、最悪なブーメラン発言と話題になりました。その他にも全身のショットを X に投稿した際には、左手に持っているバッグの持ち手が通常より長くなっていたため足を長く見せる加工を施していることが発覚し、ネット上では加工バレバレ、もうちょっとうまく加工したらなどの冷ややかなコメントが殺到しました。こうした世間からのバッシングに堪忍袋脳が切れたのか、2022年に仕事終わりに海に行った写真を X に投稿した際に、水平線の歪みから加工を疑うリプライが寄せられると、誰のガレさんは即座に、加工してないよ、携帯を逆さまにして撮っただけ、ノーマルカメラで、色合いはノーマルカメラのとこで変えてますが、何でも加工って言わないでと、ほんのり苛立ちを見せる引用リツイートを投稿しました。また近年ではインスタの投稿にあえて加工なしとの文言を記していることからも、世間のバッシングに神経質になっている様子がうかがえます。第3位、高橋みなみ。元 AKB の高橋みなみさんは、全盛期にはグループ総監督として絶大な人気を博していましたが、卒業後の近年では SNS の自撮り加工が別人だと話題になっています。髪色を変えたことを X で報告した際には、顎を細くする加工のレベルが度を越して、シャベルの先のように尖った異常な自撮りになっており、特に本文中に受け狙いと思われる言及がなかったため、ネット上では、顎どうなってる、さすがに加工だよね、時空歪みすぎ、高みなこの加工はあかんなどの驚きのコメントが多数寄せられました。このプチ炎上を受けて専門家は、高橋さんのようにアイドルとしてのキャリアが長いと、こういう姿でありたいという思いをファンも望んでいると錯覚してしまい、どんどん加工の度合いがきつくなってしまうと分析しています。また後に高橋さん本人も一時期加工が異常だったことについて、なんとなく嘘と本当が混じってる世界、私も一時期どんどん修正しちゃって自分の本当の顔が分かんなくなっちゃうみたいな、あるんです、インスタの中だと理想の自分になれるというと、虚構が混じった SNS であるゆえに理想と現実のバランスが分からなくなっていたことを明かしています。こうした反省を踏まえてか、最近ではインスタの自撮り加工はやや控えめになっています。第2位、釈由美子。女優でタレントの釈由美子さんは、グラビア時代には抜群の E カップ巨乳で世の男性を虜にしていましたが、40代を迎えた近年では SNS の自撮り加工が下手くそだと話題になっています。 SNS 以前のブログを更新していた頃からすでに八頭身どころではない、手足だけが長く顔が小さい加工写真を投稿し、一部ネット民からはスレンダーマンと揶揄されていました。その投稿先がインスタに変わり、かつ加工技術が発達したことで、
異常に目を大きくしたり顎をシャープにした別人のような写真を連発し、たびたびメディアで異常な加工と取り上げられているにもかかわらず、未だに改善させる様子は見られません。これらの自撮り投稿を受けてネット上では、インスタでたまたま流れてきた釈由美子の写真がめっちゃ気持ち悪かった、宇宙人みたい、釈由美子の加工エグすぎる、プリクラの加工顔みたいになってる、などの冷ややかなコメントが多数寄せられています。また釈さんと仕事をしたことがあるウェブ編集者によると、過去に出演作品のプロモーション記事を作成した際には写真補正が甘いと本人から指摘され、もはやどこをレタッチすればいいのかわからなくなったため、事務所に実データを送って補正を任せたところ、宇宙人のようなデカめの加工がされた写真が戻ってきたと明かしています。このことから週刊記者は、釈さんの美の尺度が麻痺していると指摘した上で、変な加工アプリを使用せずに年相応の自撮りを投稿すればさらに評判も上がるはずだと語っていました。第1位、ベッキー。タレントのベッキーさんは、日本とイギリスのハーフ特有の美貌でかつて一世を風靡しましたが、40代を迎えた近年では SNS の自撮り加工がひどいと話題になっています。収録やロケ前の報告としてたびたび自撮りを X に投稿しているものの、その写真が不自然に目が大きく、肌がツルツルで顎のラインもガタガタに歪んでいるにもかかわらず、ハッシュタグで加工なしと記しているため、ネット上では絶対加工してるでしょ、いやいや怖いって、本当に加工なしだとしたら相当やばい、などのツッコミのコメントが多数寄せられています。ネタツイートとも取れる投稿ですが、ゲスの極み乙女の川谷絵音さんとのゲス不倫が発覚して以来、好感度がガタ落ちしているため、一部のファンにはジョークが通じず、加工してないって言いながらも加工してる人を遠回しにバカにしてるんじゃないの、有吉反省会への出演狙いか、必死ですね、などの批判のコメントが寄せられています。これらのプチ炎上を受けて週刊誌ライターは、本人としては単に話題作りのために明らかにジョークな投稿をしただけなのでしょうが、好感度の低さから他の人が同じジョークをやるのと比べてはるかに悪いように受け取られてしまっていると指摘していました。いかがでしたか。芸能界には画像加工しすぎている芸能人が多数存在しました。とりわけ年配の方が過度な自撮り加工の写真を投稿すると、年齢に逆らっている印象を受けるため世間的には受けが悪いようです。加工などせずとも美しい人たちばかりなので、自然体な写真の方がファンとしては嬉しいのかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。